のりこ、お疲れ様でした。キミコは出ないの？みんなレベルが高くって全然追いつけないんだもん。だから私は参加することに意義があると思うんだけどな。本当にあんたはね、新記録。お姉様って、お姉様のレースがあったの？そうよ、あんたの憧れのお姉様よ。あー、お姉様のレース見逃しちゃった。沖女こと沖縄女子宇宙高等学校最初、私もだ。はい。本物のお姉様だ。お姉様とお話し。ちょっと、もうすぐ、もう昼休み終わあんた、午後のりこ、それじゃ、ガンバスター、最優秀選手ですって。お姉様の出た種目は独壇場って、すごいな、かっこいいな、素敵。のりこだって頑張ったじゃない。ああ、地道に、もう、あ、ちょっと、ああ、
調子じゃ。へー、夢が。21世紀初頭、人類はワープ工法を完成させ無限の大宇宙へと乗り出していた。しかしそこは人類抹殺を狙う宇宙怪獣の巣窟だった。人類はその生存を先行遊撃マシン兵器部隊、すなわちトップに託した。これは人類の命運をかけて宇宙怪獣と戦う一人の少女の物語である。立てたかよ。はい、コーチ。イナズマキック。努力と根性を希望に変え、愛と科学とガンバスターで地球を守れ。空想科学シリーズ最新作、新番組トップを狙え。トップを狙え第1話、ショック、私とお姉様がパイロット。ご期待ください。2015年12月20日、曇りのち雨。父が死んだ。正確に言えば、12月19日に死んだ。父の乗っていた宇宙戦艦は、遠い宇宙で宇宙怪獣に襲われたのだ。父が死んだと言っても、あまり実感というものはない。今も宇宙のどこかで生きているような気がする。私も父のいた宇宙へ行く。私も宇宙パイロットになるのだ。
のりこ、何黄昏れてんのよ。なんだ、キミコか。5、6時間目のマシン演習は全…そっか、それじゃ…目指すのならご自分にプライドをお持ちなさい。あの失礼します。お姉様、ありがとうございました。だって、そうね、マシン兵器。そっか、そうだよね、そうする。ああ、完全に舞い上がっちゃ。友達思いのいい人ね。どこ行くのよ、のりこ。まだやることがあるでしょ。どうしよう。